光らせて君を曇らせた。この恋に僕らの夢を乗せるのは重に過ぎたかな。君の嫌いになり方を僕は忘れたよ。どこを探しても見当たらないんだよ。あの日どうせならさよならと一緒に教えてよ。欲しかったよ、あの約束の破り方を。他の誰かの愛し方を。だけど本当は知りたくないんだ。睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いと思うので、はい、ちゃんと検査をして、はい、必要があればこう寝てる間に鼻からマスクで酸素を送ってあげるような治療が必要になることあります。はいはい、おそらく今お鼻からお喉までカメラで覗かせていただきましたが、はい、特にここっていう狭くなっているところはありませんでした。はい、ちょっとあの寝起きで酸欠状態であの無呼吸だったところに起き上がったりしてっていう形で倒れたのかなと思います。はい、疲れすぎたりとかするとあの悪化しますので、はい、しっかり体調管理していただく。どっちかというと仰向けよりちょっと横向きの方が楽かなと思いますのでね。はい、そういう形で寝ていただいて、はい、しっかり検査を受けて必要な治療などしていくようになっていきましょうか。はい、よろしいですかね。はい、はい、ご紹介させていただけたらなと思うんですけど、はい、無呼吸外来っていうのがあります。はい、はい、なので、そちらちょっと予約がなかなか取りにくくて